こんにちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、隣の力第四話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。オリンピック関係がなんだかな,かなでちょっと飛び飛びになってますけどそうですね。三、えー、話から空いて四話ですね。はい。そうなんかあの最初のところあれでしたね。結構あのその多分飛び飛びを 思い出してもらうために結構、階層とかずっとね、3話までの流れがずっと出てきているていう、設,設計でしたね、うん、はい、うんはい、であの4分のところ、はいまあ、その新設設計が終わって。はい あの4分ぐらいのところなんですけど、やっぱ、ねはい、松島さんのこう一人一人に入っていくところ、怪しい <laughs> <laughs> そうですね、一室にね集められて、みんな割と集まってきててね、そのマンションの人たちがね、そう,そうそうそう、みんな人がいいから、なんかね、すごく怖いんですけど、まあねうん、演技として強い行動ですよね、<laughs> ちゃんとやっているっていう、何が何でも。 ね、それを発生しようとする。うん、うでやっぱ松島さんって、ね、やっぱその元がねすごく非常に綺麗な方なんで、うん、あっちに振るとすげえ毒がありますね。<laughs> <laughs> そうこれねそ<う>いやこの行動がなあの素晴らしいところはこの成功と失敗がねはっきり見えるところが素晴らしいんですよね。<laughs> <laughs> あの相手に対してその対立の関係がね軸がねはっきりするっていうのがね、はい、<laughs> あの水を売るか売らないかっていうね <laughs> 売るか売りつけられるかっていう対立をすごくはっきりするっていうところがねやっぱね面白いところですよねはいじゃで次が21分ぐらいのところはいまあねそんな松島さんがその内面じゃないけどうんあねパソコンでこうやり取りをしてるところがあるんですけど、うんうん やっぱねそこはやっぱいい交流だし、うん、うすごい信じる力だし、うん、うだしあの本当に体にちゃんと当たってて響いてるってことはやっぱそれを信じてるんでしょうね松島さん、うん、素晴らしい演技だったと思いますさやっぱりあの劇中では信じることが力になるっていう、ねうんうん、基本的なお芝居の 力というかっていうところなんでしょうけど、うん、そ,うそうなんでねきっとあれうんねっはたから見るとねこれちょっとね、うん、ちょっとずれて,てるっていうねところなんでしょうけど、うん、そう本人にとってはそれが救いになってるっていう、ね、そうなんだよねそうところなんですよねうん、うん、そうそれがね周りから見ると歯がゆかったりとか、ねうん、っていうところなんでしょうけどはいはいで、えー、33分はい えー、松島さんと成美、えー、さんのやり取りですね。はいうん、やっぱその二人のこのどうしようもないすれ違いじゃないですけど、うん、あ背景が当たる素晴らしい交流だし、うん、で本当に強い葛藤ですよね、うん、私はこうしたい私はこうしたいっていうで相いれないものをねやっているっていう、うん、いよいお芝居だったと思います。うんうん、そうう あねこれねうん、うん、そうなんですよねもう決定的ないやしかしよくあの合わせ方をしたなっていうね <laughs> <laughs> ところですよねそうねお互いに困ってることがあるからそれをうまくマッチングさせるっていう,、ね、うん <laughs> 力のいいところでもあり悪いところでもあるってうそうだね面倒くさいところでもありね <laughs> そ,そう, <laughs> そ,うそうなんですよね、うん あとこのドラマのあの,あのすごく特徴的なところにあの松本潤さんが必ずあのどのシーンにも絶対にいるっていう <laughs> すごく <laughs> 極めて特殊な特徴がありますよね。あのあ<ー>いないシーンが絶対ないっていう<ー>これこの話だけじゃなくてずっとそうなんでこれも多分一つのあの脚本家の狙いなんでしょうけどこれもまたねすごいことですね。絶対にあの <laughs> 全てのシーンに松本潤さんがいるっていうのはね、いや、すごい挑戦であると思いますよね、これね。で、最後が、ねはい、40分のところ、ね、その松本さんが、ねはいね、この2人の中を取り戻そうと、うん、こうするっていうところですよね、やっぱり非常に強い行動だし、うん、やっぱいいエネルギーですよね。うんうん ちょうどいいエネルギーか。<laughs> 素晴らしいですよねで。相手に渡していくっていういいお芝居だったと思いましたね。そう。<の>いや、一番の見せ場ですよね。うん、やっぱりあの時あってたんだっていうのを思い出して、それをあ語りかけていく。そこで真実が見えてくるっていう。うん、すごくいいところですよね。そう。 うんあと、ねや,っね、やっぱりこの回のテーマとしてはあれでしたね「母と子」というか、ね、うんっていうのが大きなテーマでしたねそして、ね、次回に続く部分がまたね,ね新たな問題が、ね、<ー>やってきそうな感じでしたけどねそうこれあれだよねなんかほら今日まあ今回はさあの最初の方はこう 前回までの振り返りじゃないけどさ、振り返ってみるとさ、やっぱ重い話しかないのね、これね。そうですね、素材としてはすごい重い話です。<laughs> すごいねう。でも、ドラマの手好きというか、手触りというかは、は、ね、あ,あのライトで、そうね、見やすいよね。うん、<ー>そう、見し立てますけど不思議ですよね。ううんそそう、そう,そうなんですよね。 やっぱり基本的に何かを主人公が解決できるわけじゃないけど少しちょっとした変化を与えてそれがいい方にちょっと転がるっていうドラマですよねすごくいいドラマですよねうんそうあとねやっぱり松本潤さんが全てのシーンに出るっていうのはこれでもね、うん、偉大な挑戦だと思いますね <laughs> <laughs>、うん、いや案外ありそうで絶対ない たまにに画面のこのこ辺に出てくるんもあそ,う、ね、そう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 , <laughs> そう多分ね、うん、あの42分ぐらいのところから保育園に行くところ、うん、あの松島さんと成美さんが保育園に行って息子に合わせる孫に合わせるっていうシーンで、うん、あの途中まで出てこないんですよね、うん、あれ松島さんこのシーン出てこないのかな出てこないのかなと思ったらやっぱりひょこって最後そこ見てるてところで <laughs> 必ずやっぱり出てきましたよねそうだから絶対やっぱあの 苦労はしてると思いますけど、この縛りに関してはね、ああね絶対に松本潤さんが登場するっていう。うんいや、でも、すごい仕掛けですよね。<ー>は,いはい、というわけで、隣の力の第4話でございました。ありがとうございました。<す>はい、えー、この動画、少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。えー、お気に入りのシーンだったり、えー、お気に入りの俳優さんだったり、ぜひ教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。